写真がいいなと思って、なんか全部ハッとかよりもなんかちょっとふざけた感じのやりたいなと思って、カメラ向けられてるのに真顔の顔を知ったやつを使ってもらいました。長野さんは半分メイ、キャハハと言いながら傘を前の顔の前で上げたり下げたりして、なんて天真爛漫なんだと、そこでも衝撃を受けました。さっきのと、これで半分メイとか言ってやつじゃないの、やってたわ。結構でもフォトブックの撮影全体的にやっぱり一人だし、普段の素なところをカメラマンさんとこう一緒に歩いてとかやってたから、結構素ですよ全部。すずめちゃんは漫画家を目指している女の子なので、このカットは長野さんに絵を描いてもらいながら撮影しましたと。こちらを出ないよね、絵出ないよね。いや、わかんない。え、画伯え、太陽だ。太陽じゃ、でもこれお母さんに絵描きながら撮影したよって絵を送ったの、そしたら、うまいね、小学生の頃から変わらないね運命を変えたものは、小学校3年生の時に今の事務所にスカウトしてくれたスカウトマンの人。だってその人がいなかったら、私今ここにいないし、それこそ朝ドラもやってないし、全く芸能界ってものが分かってなくて、ただバカだから誰でも出れると思ってたの。スカウトされたから簡単な流れだとしか思ってなくて、面接みたいなところに行ったら、カメラテストがありますって言われて、え、なんでカメラテスト必要なんだって。でカメラに撮られること好きじゃなかったから、やだやだとか思って、あ、誰でも出れるわけじゃなくて、同世代の人たちがもうレッスン場にあふれ返ってるわけ。こんなに努力をしている人たちがいっぱいいるところじゃ無理かもって思いながらレッスンし続けて、今見とれる、まあ毎日朝ドラ見て見とれてるかな自分の顔そうなんや。でも自分の顔好きじゃないの、本当に本当に好きじゃなくて、映画とかもさ、ドラマも監督もらって完成見てる時も、すっごく嫌だ、なんか全部多分自分の荒さらししちゃうんだろうね、なんかうわブスッと思ってるから見ちゃう。いろいろ周りの人がねやってくれるからまだ見れるけど、ほんと何もしなかったらそこら辺に歩いてる子だから。だって東京都、港区50歳、漫画家秋風羽織さんからの質問です豊川さん、ありがとうございます。お前のことだから周りがハラハラするくらい仕事にお菓子に毎日頑張っていることと思います。さて、私から質問です。はい、佐藤健と豊悦ではどちらがかっこいいと思いますか豊悦って言ったらいいのかな、本当にね、豊川さん本当に素敵な方で、ものすごいセリフ量だったんですよ。豊川さんすっごい長セリフだし、でもリハーサルの時点から完璧に全部頭に入れてやってくださってて、すごいね、一番影響を受けた方で、すごい今でもいないのが寂しい現場に。こういう先輩が今すずめの一番の憧れの人でいてくれるのすごくありがたいなと思ってやってた。元気かな豊川さん。ねえ豊川さん、これからいろいろ朝ドラまで4ヶ月あって、放送もまだ続いてっていう状態で、いろいろ頑張っていく中で、こうやってまた皆さんに会える機会を作れるように、私はこれから頑張りたいなと思いますので、その時は5時間くらいのトークイベントでも飽きないっていう人がいたら、ぜひゆるーく会場に来てくれたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ね、あっという間の本当にありがとうございました。皆さんもありがとうございました。じゃあここで、長野さん退場いたします。本日はどうもありがとうございました。真ん中からトークがありますので、皆さん思いをお越しください。ハイタッチ、ハイタッチ、ハイタッチ。